関係閣僚会議での議論の結果、そうしたも踏まえながらです、ね、まあ、地元自衛隊のご意見もよく伺って、最終的にはです、ね、その対応を決していくという菅長官は、文殊は地元自治体との調整が極めて重要だと指摘し、関係閣僚会議の結果に加え、 地元、福井などから意見を聞いた上で方針を決定すると強調しました。今日の会議には菅長官のほか、文書を所管する松野文科大臣らが出席する予定です。